このお話は5歳の時に母親と生き別れになった忠太郎が20年近くをかけてその母親を探し出すという長谷川慎の名作でございます。場所は江戸は柳橋の料亭水熊。水熊の女将が確か田舎に男の子を残してきたとの噂を聞いて決死の覚悟で女将に尋ねる場面より幕が上がります。忠太郎と似たような小さい頃を過ごしてきた岡田純平が親子の愛、家族の愛、そんなものをお伝えできればと演じさせていただきます。それではハンカチとおひねりをご用意の上ごゆっくりとお楽しみくださいませ。人情一人芝居岡田純平まぶたの母。どんなご用か聞くだけは聞きましょう。ただし長い話はごめんだよ。一体何の用なんだね。おかみさん急に訪ねてきて、えれー失礼なことをお尋ねすんやけど、おかみさんもしかしておらんたな年配の息子を持ちなったおめえねえか。なんだって。お覚えがあんにゃの。ほんねびっくりしたんだなのは覚えがあんにゃ。ところがの豪州坂田の氷今の前原のあこらや、鮫が一中村から南へ一流と入ったとこにのすりはり峠の山の宿場でバンバチとこがあんにゃ。おかみさんおかみさん、アホのバンバ知ってなるやろ。なんだね、そんな大きな声を出されて誰だってびっくりするじゃないか。それ私もバンバなら知っています。しかしそれがどうしたというんだい。ここの六代続いた沖長屋中兵衛は旗小屋へ嫁さんに行きなったやろ。ほやけど男の子を産みなった。ほやけどこの子が五つの時にうちを出て行きなった。なんか人から聞いたらお父さんが外国の女と遊んだでやってるか人から聞いた。やっぱほやおかみさんはおかみさんは裏の母ちゃんや。母ちゃん何言ってるんだ。変なまねをしてない。お前さんは一体誰なんだ。二十何年、いやもうやがて
30年も前が母ちゃんが忘れがたみでバンバイロゴイディギになったおらが息子の忠太郎やさ、母ちゃん。何を言うんだってこの人は。私にも生き別れをしてきた忠太郎という子供があったの。今じゃもう亡くなったよ。忠太、何言ってんやろ、もし。俺この通り元気で生きてるねんの。ほんでもまだ母ちゃんこんなこと言うんか。お黙り。お？忠太郎なら12の年に死んだはず。何が私の子供か。死んでええんや、もし。ほら、裏、9つの時の正月にの餅食いすぎて喉引っかかってあぶのがなった。ほやけど俺、餅直して元気で生きてるねんの。ほんでもまだ母ちゃんこんなこと言うんか。お待ち。そりゃね、忠太郎かもしれない。バンバの宿の忠太郎かもしれないが、私のせがれの忠太郎じゃないんだよ。生みの親が間違うわけがないじゃないか。そんな古手にはなるもんか。私には落とせという可愛い娘があるんだ。水熊の跡取りは落とせだよ。ああ、母ちゃん、そんなことを心配してなったんか。ほら、確かに江戸でのこんな立派な所帯してなると、ほら財産目当てや、いやなんやかんや言うていろんなまあ近づいてくる。ほやけどの、おらにゃなも女心配せんでいい。ほら、格好はおぜい格好してる。ほやけどの、おらなも全に不純はしてんねや。もしかして母ちゃんに会われた時にの、ほら母ちゃん幸せに暮らえてなったらほんでいいさ。ほやけど、もしかして貧乏してなったら、やっぱほら息子やさき母ちゃん助けなあかんなと思っての長い道中ずっとこうやって母ちゃんに音を打たら渡そうと思って懐の中で温めてきた銭があんにゃ。ほれ百両あんにゃ、百両、この百両母ちゃんいっぺん見てやってくねま。いや、その手には乗らない。なるもんか。世間の裏から表まで散々見てきた私だよ。水熊の心象が入るならと百両ぐらいは誰が貸さないものでもない。さあ、いいかい忠太郎さん、それを言われて悔しかったらなぜそんな真っ暗姿で訪ねてきたんだよ。奴ら浮世のクズじゃないか。母ちゃん今何とか言いなったの。親子の名乗りしたかったら肩着の姿で訪ねてこいってか。バラかいたらあかんさ。親に捨てられたこんなちいねんねがの、母ちゃんに会いとでずっと旅してきたんや。こんなもんでも持たな生きてこられんげの。大地、俺はこんなヤクザも好きでなったんでね。誰がこんなにしたと思ってんや。人ね、産んでくれた母ちゃんに会いて、そう思って裏は母ちゃん探いて日本中ずっと旅してきた。ある村外れのうちでの父ちゃん母ちゃん子供衆家族が楽しさに晩飯を着てなった。それ見ながら、ああいいな、裏も母ちゃんと一緒に飯食いて、母ちゃん裏におむすび作ってくれっかな。母ちゃんのおむすびはうまいんやろな。
ら母ちゃんに会えたらそんなことだけを楽しみに来たんやさ。ほらの母ちゃんはのこうやってまぶたつぶると絵に描いたんだな、優しい顔で、ああ、ちゅうたろよう母ちゃん探してくれた。母ちゃんもちゅうたろに会いたかったんや。そういう手裏をぎゅっと抱きしめてくれる、そんな母ちゃんやのばっか思ってたのにな。ほら、ヤクザもんやってか。水熊のおかみさん、ババンマリのチュータロー、いやあんたのせがれやちゅう息子はのもう二度と婚礼ぜ、このうちの式またが先、どうか娘さんと二人幸せに暮らしてくんね。俺は決めた、おらに生まれてこの方母ちゃんなんかええなんだ。おかみさん、おかみさんにも証明、忠太郎っちゅう息子はええなんだじゃでの、それだけを覚えておいてくんね。おかみさん、最後に全て忘れるためにいっぺんだけ呼ばしてやっておくんだぜよ。母ちゃん。はい、お送りしましたのが岡田純平風のですね、まぶたの母でございました。まあこの最近のね、わけのわからん事件も含めまして、世の中の私バツイチ喜んでるお姉さんがいっぱいいるんですね。できちゃった婚って言ってます。授かり婚って言ってます。授かったんでね、やのパンツ脱いだ先できたねです。だけどできた子には罪はねえんやでした。あら、ちょっと待ってのお母さん、ほいで、まあ親子家族の一緒に暮らしていらっしゃる方はのご縁があって一緒にいるんやでさ、毎日笑うての暮らさなあかんと思う。我が身の体も大事やさ。ほやけどやっぱ今日朝行ってきますって言ったのにの、晩帰ってきたらちびとなってるって、ほんな世の中やなの今。一つ自分でできること、体も大事、家族も大事、子や孫、周りの近所の子供らも大事やでさ、その子らにあったかい目向けて楽しい福井にしましょう。で、面白いねえかったら福の湯記念の裏いるで。以上、ありがとうございました。